八重間との出会いはもう大学生のもう20数年前なんですけれども、やっぱり南国の気質と八重間の素晴らしさを思い出して、20数年ぶりにもう一度この八重間の土地に帰ってきたら、もうここだとピンときました。白穂のエリア、同じエリアに工場がありまして、でご縁をいただいてですね、中の工場見学をさせていただいたんですけれども、私本当に無知で存じ上げなかったんですが、日本にはたくさんなんかクレラ工場があるみたいなんですけれども、やっぱり歴史の深さですとか工場の方たちの思い、それからその質の高さ、そこに対するこだわり、プライド、そういったものをすごく感じまして、やっぱり一重にクレラといっても八重間で作っている最高品質のものをやるというふうな思いをですね、工場長の方からたくさんお話を伺いまして、すごく感銘を受けました。日本にいるとこの八重間諸島っていうのは先島諸島って言われるぐらいこの端っこっていうイメージがあるかもしれないんですが、やっぱりこの八重間諸島に実際住まわせていただくと、こここそがアジアの中心であるというような感覚を持っていまして、ここからですね、日本の中心に向けて、もしくは台湾もすぐですし、アジアに向けてここから発信できるというようなスペースになる可能性をすごく秘めてると思ってます。やっぱり八重間の魅力っていうのは、そこに住まわれる島の人々の気持ちでしたりとか、あと文化、それからお祭りごととか、昔ながらのその歴史を本当に日常に取り込んでですね、今なお引き継がれているっていう風な生活ですかね、そこがやっぱりこの土地に住まわせてもらってるすごく価値なのかなっていう風に思ってます。